こんにちは、あみです。今日はノールド地区にあるセカンドハンドショップに来てみました。中心地からはちょっと離れているんですけれども、すごく個人店がいろいろあったり面白いエリアなのでおすすめです。はい、じゃあ行ってみましょう。今どこら辺にいるかというと、この橋の奥ずっといたところがロッテルダムの中心街です。自転車だと10分15分ぐらいですかね。でここはノールドプレインっていうところなんですけど、土曜日にマーケットが開かれてます。でこっち側に行くといろんな個人店が並んでます。この通りと、あともう一個向こうの通りがお店が並んでいるエリアになります。でこっち側には、こちら側は運河になっていて、お散歩したりとか、ベンチがあって休んでる方が結構います。少しで着きます。jouw Marktkraamかな。いろいろブースごとに人が出店しているので、とても見やすいです。蜂蜜売ってる。こんな感じでヴィンテージのものだったり、あとはファストファッションとかユーズドのものもたくさん並んでます。オランダの人は大きいので、靴とか服とかは結構大きめなサイズが多いですね。この店はすごく安いっていうよりも、状態が良いものがちょっと高めで売っているっていう感じですね。レコード。この辺はアンティークとかヴィンテージですね。宝探しみたいな感じで面白いです。ロッテルダムにあるファンネレっていう世界遺産になっている工場ですね。今は使われてないんですけど、そこのカレンダーです。こんな感じで綺麗に配置されていて、かつ値段も全部貼ってあるので、飲みの市とかだと値段聞かなきゃいけないとかで難しいかと思うんですけれども、あまり慣れてない人でもそういうヴィンテージとかアンティークみたい人にはおすすめのお店です。オランダのスカーフがありました。マンストリヒトアルクマール、何円っていうのかな。アムステルダム、デンハーグ、ロッテルダムが書かれてます。修理人柄ですね。なんか人によってブースの作り方が違うのが面白いですね。衣類もあるんですけど、結構ファストファッションが多そうな感じがします。あとちょっと大きいかなっていう感じですね。ちょっとパジャマが破れてきたので、これを買おうかなと思います。ハットピンがたくさんあります。電気とか、あとリモコンとかも売ってます。